どうぞどうぞ。どうぞってもう入ってないんです。いやそうなんです、うん、勝手に入ってきてる。びっくりした。誰かなと思ったら来ましたね。いやいや素晴らしい。どうぞどうぞ。めちゃめちゃ立派な。本当ですか。すごいな。いろんなビットですね。ようこそ。ちゃんとオフィスもね。まあそうですね、オフィスというか。いいじゃないですか。デスクだけちょっと考えさせてもらって。いろいろ勝手に開けてるな。カチャカチャ言わしてるな。どうぞどうぞ。ありがとうございます。びっくりした。水出してくれますよ、ヨーロフィットネス。うん、水ぐらいはね。あ、これ5年前なんじゃ。違う。5年前なんじゃ。アクアグラの間で冷たい水出してますんで。ひどいですね。もうめちゃめちゃ美味しい水入れてますんで。いやー、立派な。そうですかね、こっちがトレーニングをさせてもらう部屋ですね。最高ですね。はい、の最高ですよ、ほんまに。めちゃめちゃいい施設ができたので。こちらが看板ですね。ヨーロフィットネス。天井にはね、もう体がある石綿使ってますね、これね。石綿なんだ。あかん、言ったあかん、言ったあかんというか違うから。そういうトレーニングの場所、そういうデザインですから。綺麗なデザインしてますから。いやー、何でもできますね。何でもできます。これ初めて見たけど、これイベントですね、アームレスリング。そう、アームレスリングの専用の台ですね。アームレスリングジム、ヨーロフィットネス。違う、アームレスリングも、ね、もうやってる時がありますよね。いやこれは立派やわ。まあ何でもできますね。何でもできますよ。ここでイベントですね、芝生で。そうですね、ここでいろんな何でもできるということですね、はい、何でもできますよ。あ、鹿の糞落ちてますね、この。落ちてないわ。鹿の糞。なんで鹿連れてくるの？オープン前になんで鹿入れるの？それは避けながらね、運動してもらえる。あかん、食べたあかん。あ、これ食べれる？食べられるもしお腹減ったら鹿食べてもらって大丈夫っていう、ね、鹿やん。感じでできてるみたいですね。鹿やん。今までないな、素晴らしい。水に押しピン入れようとしてます。水にこのジムは水に押しピンを入れようとしてる。やめろ、恐ろしい。さっきね、お祝いの花届いたんですけどね、元カノから来てますね。元カノから。やめやめちゃうわ。えぐいですよ、ヨーロフィットネス。えぐい、勝手に行った。